待せしました。今日はここナショナルズパークから大分対ニューヨークメッツワールドシリーズ第6戦の模様をお伝えします。実況は私谷口博明でお送りいたします。さあ試合が始まります。大分スターティングラインナップが出ています。セカンドの守備につきますユウ、キャッチャーのマット・タップマン、大分のスターティングピッチャーは山本、リードオフバッターはホセ・レイエス。注目の第1球、真ん中打った、ヒット、その間に打ったランナーは二塁へ、レイエスダブルを放ちました。さあこれでノーアウトランナー二塁。バッターメジャー13年目のルイス・カスティーヨ、メッツいきなり先制のチャンスを迎えています。縦のカーブはボール。さあ1球目ボールから、スプリットフィンガー見送ってストライク、ワンストライクワンボール、低め打ちました、ファースト取った、一塁ベースを踏んでアウト。そして迎えるバッターは注目のカルロス・デルガド、ストライク、アウトサイド厳しい球。さあ1球目ストライクから流し打ちはレフト前クリーンヒット、先制メッツ初回先制、デルガドレフト前タイムリーヒット。さあこれでワンアウトランナー一塁、ボール。さあ2球目ストライク、縦のカーブ見送ってストライク、内角ボール守った、ファースト掴んだ、一塁は一塁アウト、ダブルプレー成功、スリーアウトになりました。1回の表が終わって1対0メッツ先制点を挙げています。レッツスターティングラインナップが出ています。レッツのスターティングピッチャーはジョン・メイン、1点を追いかけます大分。さあまずは1番イチロー、初球は見送ってボール。さあ2球目アウトサイド打った、サード掴んだ、ワンアウト、イチロー内野ゴロに倒れました。バッターリュウ、初球に送ってストライク、さあ1球目ストライクから打ちました、バットの先、セカンド取った、ツーアウトです。リュウ内野ゴロに終わっています。バッターは大谷、カーブ外れてボール。第2球は流し打ちはワンボール、大谷レフト前ヒットを放ちました。さあこれで2アウトランナー1塁、そして続くバッターはゴリ、まずは1塁牽制、スラーブ見送ってボール、ノーストライクワンボール、1塁へ牽制球を送りました。さあ1球目ボールからランナースタート、フルスイング空振り、セーフ、判定はセーフ、盗塁成功。ストライクワンボール、高め際どい球ボール、ゴリよく見ています。さあ平行カウントになってインサイド打ちました、まあ、ゴリ粘ります。二塁へ牽制、高い球打ちました、ファールボール、ゴリ粘ります。ツーシーム打った、レフト落下点、がっちりと掴みました、スリーアウトになりました。二塁ランナー残塁です。1回の裏が終わって1対0メイン、これから攻撃に入ります。メッツこの回のトップバッターはケーシーブレイク、カットボール見送ってストライク、さあ1球目ストライクから打った、バットのやや根元、セカンド取った、ワンアウトです。ブレイクセカンドゴロに倒れました。バッターはケーシーマギー、ストライク、アウトサイド厳しいところ。さあ1球目ストライク、低めの球空振り、もう追い込んでいます、2ストライクノーボール、1球外した、
サイド厳しい球。真ん中を打ちました。セカンド取った。スリーアウトになりました。最後は内野へのグラウンダーでした。2回の表が終わって1対0レッツ1点リードです。1点を追いかけます大分。先頭バッターは5番鈴木。アウトサイド打った。ショート掴んだ。ワンアウト。鈴木ショートゴロに倒れました。バッターチップアップです。ストライク。インサイド厳しい球。さあ初球ストライクから。インサイドコーナー空振り。バッター追い込まれた。ツーストライクノーボール。ストレート落ちました。ショート掴んだ。ツーアウトです。アンプです。ショートゴロに倒れました。そして続くバッターはマット・タップマン。インサイド引っ張った。サード取った。大分あっという間に3アウトになりました。最後は内野へのグラウンダーでした。2回の裏が終わって1対0メッツ1点リードは変わりません。これから攻撃に入るメッツ。この回の先頭バッターはブライアン・シュナイダー。まずは1球目ストライク。アウトサイド厳しいところ。まずは初球決めてきました。ワンストライクノーボール。アップアンドイン空振り。あっという間に2ストライク。アウトサイド打った。ワンバウンド。シュナイダーヒットを放ちました。さあこれでノーアウトランナー1塁。初球は低めギリギリいっぱいストライク。さあ1球目ストライクから内角高め空振り。追い込んでいます。空振りストライクカウント。全く当たりません。バッターはホセレイエス。低めギリギリいっぱいストライク。さあ1球目ストライクからこれは見送ってボール。ストライク決まった。縦のカーブ外れてボール。一塁へ牽制球を送ります。一塁牽制ツーツーピッチから空振り三振。そして次のバッターはルイス・カスティーヨ。最初の打席はファーストゴロ。打った。バットのやや根元。ファースト取った。一塁ベースを踏んでアウト。スリーアウトです。3回の表が終わって1対0メッツ1点リードです。1点を追いかけます大分。先頭バッターは8番ミルヒ。内角高め打ちました。ワンバウンド。ミルズヒットを放ちました。大分今日2本目のヒット。バッターフリーマン。まずは1塁先生。ツーシーム打った。ファールボール。一塁へ牽制。第2球はあーっとキャッチャーこいつ。ミルズその間に2塁へ。ツーシームはボール。ワンストライクツーボール。さあバッティングカウントからチェンジアップ外れました。そして5球目内角高め決まってストライク。さあフルカウントになってツーシーム打った。セカンド掴んだ。セーフ。記録はフィルダースチョイス。ミルズ今治療を受けています。ああこれは選手を交代するようです。判定はセーフ。
して2球目ツーシームを打った弾丸バットセーフ大分逆転成功リュウランナー一走のタイムリーダブル大分今日3本目のヒット今日ヒットを放っている大谷大分追加点のチャンスを迎えています強い当たりセカンド取った二塁へ記録はフィルダースチョイスそして迎えるバッターは注目のゴリ大分追加点のチャンスを迎えていますチェンジアップ見送ってボールノーストライクワンボールさあ1球目ボールかレフトボールにはどうだ入りましたホームランホームランですスリーランホームランストレートを見事に捉えました5対1大分リードを4点に広げました今ホームインそして次のバッターは鈴木打ったバットがやや手元ショート取ったツーアウト鈴木内野ゴロに倒れました次のバッターはチップアウトです最初の打席はショートゴロ初球決まってストライクまずは初球決めてきましたさあ初球ストライクから内角高め空振り早くも追い込んでいます第3球はアップステアを打ったセカンド掴んだスリーアウトです序盤終わって5対1大分4点リードに変わっていますゲームは中盤4回に入りますこの回の先頭バッターはカルロス・デルガド内角低めいっぱいストライク初球まずは入れてきました初球打ったワンバウンデルガド2打席連続ヒットさあこれでノーアウトランナー1塁ランナースタート切った投球ボール2塁タックアウトワンアウトさあ1球目ボールから内角低めいっぱいストライク内角低めいっぱいストライク第4球は低め打った二遊間ライナー破っていったセンター前ヒットベルトランセンター前ヒットを放ちましたメッツ今日5本目のヒットアンドンデン空振りバットが空を切りましたさあ2球目流し打ちどうだワンバウンド2バウンドしてヒットになるベルトランその間に3塁へブレイクライト線にヒットを放ちましたさあこれでワンアウトランナーは1塁3塁アウトサイド厳しい球まずは初球決めてきました引っ張ったワンバウンツーバウンドしてヒットになるメッツ1点返しましたマギーレフト線へのタイムリーダブルメッツ今日7本目のヒットバッターは広角打法を得意としているマーロン・アンダーソン最初の打席は内野ゴロ縦のカーブ見送ってストライクさあ2球目あーっとキャッチャーこいつ三塁へセーフ引っ張った一郎掴みましたブレーク打球を見て三塁スタートを切ったセーフメッツさらに1点を返しました前の打席でヒットを放っているブライアン・シュライダー初球流し打ち掴みましたスリーアウトです4回の表が終わって5対3いよいよワールドチャンピオン目前ですこれから攻撃に入る大分この回のトップバッターはバットタップマン今日2打席目初球引っ張ったファールボールさあ1球目ファールから初球外れましたツーシームはボールさあバッティングカウントになって打った流し打ちワンバウンツーバウンドしてヒットになるタップマンライト線にヒットを放ちましたさあこれでノーアウトランナー1塁まずは1塁牽制アップアンドイン決まってストライク初球まずは入れてきましたワンストライクノーボールさあ初球ストライクから高めの球空振りバッター追い込まれたツーストライクノーボール直球しましたブレーク掴みましたランナー1塁に戻りますカネインファールフライに終わっていますバッターはフリーマンボールさあワンボールから低めの球空振り一塁牽制ランナースタート内角高め空振りピッチャー追い込んだ二塁タッグアウト
今日ヒットを放っているホセ・レイエス。縦のカーブ見送ってボール。そして2球目スプリット打った、ファールボール。空振り、バッター追い込まれた。次は4球目シュート見送ってボール。2ストライク2ボール。2-2ピッチからカットボール打った。リュウ足が止まって構えた、掴みました。2アウトです。山本セカンドフライに打ち取りました。バッターはルイス・カスティーヨ。これが3打席目になります。ライトへの打球、一路落下点に入った、取りました。ベッツあっという間に3アウトになりました。最後はライトフライに打ち取られました。5回の表が終わって5対3、いよいよワールドチャンピオン目前です。大分この回は打順よく1番からの攻撃です。左バッターボックスはトップバッターの一路、内角ストライク。そして2球目内角打ちました。カスティーヨ余裕があります。取りました。ワンアウトです。一路セカンドフライに倒れました。前の打席でダブルを打っているリュウ、今日2打点を挙げています。内角ギリギリいっぱいストライク、ワンストライクノーボール。さあ1球目ストライクから、これで打ちました。ストレート打った、レイエス横っ飛び、リュウショートフライに倒れました。バッターは大谷。さあ1球目高めの球見送ってストライク、ワンストライクノーボール。さあ初球ストライクからストライク、一つ外してボール、外れたボール。ツーストライクツーボール。ツーツーピッチからランサムアウトカーブストライク、空振り三振、大谷スイングアウトの三振。最後は空振り三振に打ち取られました。前半終わって5対3、大分2点リードです。ゲームはこれから6イニング目に入ります。今日1打点のカルロス・デルガド。ここでタイムがかかります。大分ピッチャーが変わるようです。ソーサ今日2番手としてマウンドに上がります。注目の1球目スクリュー外れました。さあ1球目ボールから内角ボール保った、センター落下点取りました。ワンアウト。デルガドセンターフライに終わりました。今日ヒットを放っているカルロス・ベルトラン今日3打席目、アウトサイドコーナー空振り、バットが空を切りました。さあ2球目、これは見送ってボール、ワンストライクワンボール。第3球はボール完全に外れた、ワンストライクツーボール。さあバッティングカウントから高めわずかに外れてボール、外のボール球った、伸びる、なおも伸びる、入った、ホームラン、ソロホームラン、シュートを見事に捉えました。今日ヒットを放っているケーシー・ブレイク今日3打席目、打った、バットの先、ファースト取った、一塁ベースを踏んでアウト、ツーアウトです。ブレイク内野ゴロに終わっています。今日ダブルを放っているケーシー・マギー、外際どいボール。さあワンボールから低めの球、った一塁送球、一塁セーフ、ピッチャーのエラーが記録されます。スライダー打った、ハネイン掴みました、スリーアウトになりました。6回の表が終わって5対4、いよいよワールドチャンピオン目前です。ここでタイムを取りました。ベッツピッチャーが変わるようです。プッツ今日2番手としてマウンドに上がります。アウトサイド厳しい球、初球まずは入れてきました、真ん中打ちました、手応えは十分か、入りました、ホームラン、ホームランです、ソロホームラン、5打席連続のホームラン、カーブを見事に捉えました。6対4、大分リードを2点に広げました。バッター鈴木今日3打席目、
ップアップです。今日3打席目。ボール外れました。ノーストライク1ボール。さあ1ボールから。インサイド空振り。ワンストライク1ボール。さあ3球目。内角高め打った。ファール。最後はキャッチャーフライに打ち取られました。8回の表
が終わって6対5、いよいよワールドチャンピオン目前です。大分、この回は上位打線から始まります。今日2打点のリュウ、ベッツ、守備を変えてくるようです。リード変わりまして、アガン、センターに入ります。アガン、変わりましてリード、ライトに入ります。ツーシーム打ちました。二遊間抜けるラインドライブ、センター前クリット、一塁送球、一塁はセーフ、リュウ、センター前ヒットを放ちました。さあこれでノーアウトランナー一塁。6対5、大分、1点リード。打った、初球打ち、ファースト掴んだ、一塁はどうか、一塁セーフ。今日2打席連続ホームランが出ているゴリ、前の打席は追加点となるソロホームラン、今日4打点を挙げています。空振り、思い切って振っていきました。二塁間一発セーフ、盗塁成功。初球空振りからインサイドボール抜けました。少し力が入ったか、スプリット打った、ショート取った、二塁へトス、一塁はどうか、一塁セーフ。フィルダースチョイスが記録されます。さあ追加点のチャンスにバッター鈴木、今日はここまで3打数ノーヒット、今日4打席目、ここでタイムです。ベッツピッチャーが変わるようです。ワグナー、厳しい場面での登板です。ストライクからインサイド打った、ショート掴んだ、二塁へトス、一塁はどうか、セーフ。バッターは6番チップアンブです。今日はここまで3打数ノーヒット。ここでタイムです。大分、代打を起用してくるようです。この場面でクラッチヒッター、スコット・ハッセバーグ。アウトサイド判定はボール。一塁牽制。さあ、2球目。スライダー見送ってボール。スプリット打った、飛びついた。スリーアウトです。8回の裏が終わって6対5、大分、1点リードです。いよいよ最終回を迎えました。今日ダブルを放っているケイシー・マギー、ここからの反撃に期待したいところ。ここでタイムがかかります。大分ピッチャーを変えてきます。ウォード、今日4番手としてマウンドに上がります。注目の第1球、ストライク。さあ初球空振りから、高めの球空振り、あっという間に2ストライク、2ストライクノーボール。空振り三振。今日1打点のアーロン・アンダーソン、ここでタイムを取りました。ベッツ、代打を起用してくるようです。代打はフェルナンド・タティース。初球打ち、入れば同点、どうだ、入りました、ホームラン、ホームランです。代打同点ホームラン、初球を完璧に捉えました。メッツついに追いついた、6対6。バッターブライアン・シュナイダー、今日はここまで3打数1安打。初球打ち流した、三遊間抜けるラインドライブ、シュナイダーレフト前ヒットを放ちました。さあワンアウトから勝ち越しのランナーが出ました。ここでタイムです。ベッツ代走投入です。キャンセル、一塁に入りました。ダブル見送ってストライク。さあ初球ストライクから、アウトサイドコーナー見送ってストライク、ボール1球外した、2ストライク1ボール、ランナー下、ダックル打った、これはスタンドに入ります、ファウルボール。一塁牽制球を送ります。空振り三振、アガン、スイングアウトの三振。バッターは7回途中出場のジョー・イングレット、これが2打席目になります。ダックル見送ってボール。さあボールワンから、
マウンドに上がります。注目の1球目、直球見送ってストライク。そして2球目、真ん中落ちました。セカンド取った、スリーアウトです。9回の表が終わって7対6、メッツ1点リードに変わっています。ここでタイムです。メッツピッチャーを変えてきます。ロドリゲス、今日4番手としてマウンドに上がります。ボールを取りました。2アウトです。バッター、フリーの大分、最後のバッターになるのか。